はい、皆さんこんにちは。通訳案内士の横山です。今回は、鳥取県、倉吉の、白壁土蔵群にやってまいりました。パチ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 ということでね、鳥取県の倉吉にありますね、重要伝統的建造物の保存地区ですね。古い町並みがね残っている白壁でね有名なところですね。まあ伝統的な町屋があったり、大きなね家があったり、古いね町屋があったりね、するところですけどね、今ですねここにおりまして、このね紫色になっているところがですね、保存地区ですね。ここにね、白い建物がありますけどね、これ小学校みたいですね。エレメンタリスクですね、聖徳小学校ですね。でこちらのね、坂の上にね市役所がありますね。で、ここにねバスがなんかずら止まってますけどね、まあ観光バスがねここ止まってますね。ではね、ここからね歩いていきたいと思います。まあ、こんな感じでね、近くにねうつぶき山っていうねあの山があって公園になってるんですね。で博物館もあったりしてね、まあ、あの猿とかね、なんかいろいろ動物もねいるみたいな、まあ、そういうの好きな人はね、このうつぶき山のねありです。でここにね、横綱ですね、琴桜ですかね、第53代横綱ですね、のね像がありますね。地元出身ということでね、立派なね、銅像がね立ってますね。横綱、琴桜第53代ですね、像が立ってますね。いわゆる顕彰碑ってやつですね。ここにね観光案内所があるんでね、まああのお話をね聞くのもねいいと思いますね。今ここですね。なんかねこの観光案内所もねサイダーラムネって書いてあるんでね、非常に趣がありますね。結構ね観光客の方も多くてね、まあトゥアリスティな感じはしますけども、あのすごくねあの古い感じですごくいい感じですね。ここに早速ね古い町が出来上がりますね。里見発見でゆかり中心発見士も測っているんですね。南宋酒見発見のモデルと伝えられている中心発見士も、友として倉吉に居住したということですね。お酒屋さんですね。あの杉玉がねぶら下がってますね。感動に出会う街、倉吉。日本の都市公園100選なんですね。まあ、倉吉はですね、鳥取市よりもね、西にあるね、市ですね。海からね、ちょっとね、入ったところですね。元倉吉、かすり工場跡ですね。島がすりを作ってたみたいですね。女工さんの数も200人4人と。この建物もね素晴らしいですね。漆器道具、
結納用品ですね。そんなお店もあるんですね。これは何でしょうか。ブルーラボってありますね。プライシー、あ、ビール工場ですね、これね。クラフトビール、いわゆる地ビールってやつですね。これは醤油屋さんですね。醤油アイスクリーム、庭のあるコーヒーショップ。ああ、いいですね。本当にこの辺はね、すごく風情がありますね。ここにね、博物館がありますね。あ、これではないですね。トイレですね、これね。倉吉ふるさと工芸館ですね。タコスのね、お店がありますね。薬局ですね、これね。本当に昭和な感じですね。手ぬぐい屋さん、着物の屋さんですね。で、ここにね、弁天参道ってね、参道がありますね。奥にね、あのお寺がね、ありますね。まあ、ちょっと後で行きますね。大蓮寺っていうね、お寺ですね。額縁屋さんもありますね。額縁屋さんですね。まあ、大山の絵とかね、描くんでしょうね。倉吉果実酒醸造所、ワイン&カンパニー酒造ですね。2階もね、格子になってますね。高田酒造って書いてありますね。木製のタヌキがね、鎮座してますね。杉玉、まあ、これが蔵でしょうか。倉吉の蔵って感じで、ああ、看板がね、残ってますね。明治チョコレート、森永キャラメル、すごい昭和な感じですね。渡辺、なんかね、江戸時代とかね、建物もありますけど、昭和なね、昭和初期のね、建物っぽいのもね、ありますね、結構ね。丸いスポーツ、なんか昭和な感じのね、お店も多いですね、結構ね。これね、古い郵便ポストですね。呉服店、陶器店、あ、衣料品の横山、
陶器売ってますね。これはさ、あれですね、お茶屋さんですね。あの茶道具ですね、お茶と茶道具ね、両方売ってるわけですね。北欧か、これはフラオアですね、フラオアショップですね。何でも揃いますね、ここね。いろんなその種類のね、あのショップがありますね。しかもね、皆さん営業されてるからね、何でも揃いそうですね。帽子、ああ帽子屋さんですね。ハットですね、ハット。これは何屋さんですか。人形屋さんですね、これね。あ、横綱のね、あのさっき横綱いましたけど、ドールショップですね。ドールスタジオパール、津田佐保。あ、これもお茶屋さんですね。ここにお茶のケースがね、並んでますね。これカンカンにね、入ってたわけですね。で、これがですね、あのトヨタ家ですね。国の有形文化財ですね、豊田家。歴史講談の鑑賞が可能って書いてありますね、豊田家。トヨタ自動車ですね、西町界隈。この江戸時代、この辺りは、西側や南側の武家屋敷街と町人街町がちょうど接する場所で、倉吉から近隣町へと続く街道の接点でもありましたと。また江戸時代、この界隈には遠藤とか徳岡といった町どしりを務めた有力商人の家が固まっていて、まあ倉吉の町人町の中心といったところでしょうかになって書いてありますね。まあ、この辺がね、中心だったわけですね。豊田家ですね。で、ここに歯医者さんがあって、ここになんか石碑みたいなのがね、立ってますね。久米郡倉吉駅道標って書いてありますね。おもちゃ屋さんが、ね、ありますね。トイ&ドーム、あ、人形屋さんですね。あ、ひな人形とか売ってますね。これね、黒のベンディングマシンで、人形の平さんでね、人形売ってますね。さつき人形、五月人形ですね。おもちゃと駄菓子の店ですね。駄菓子も売ってますね。昭和な感じで、あ、これもすごいですね。非常にこうノスタルジックなね、感じがしますね。ここにもね、マップがありますね。非常に分かりやすいですね。ここまで来ましたね。で、今度はね、川沿いの方にね、行きたいと思います。この歯医者さん、すごくね、大きいですね。あ、これがね、多摩川ですね。非常にね、小さいね、川ですね。まあ、小川って感じですね。で、ここにね、またでっかい家がありますね。
屋敷みたいな家があって、本当に倉吉淀屋ですね。建築1760年建築の倉吉市に現存する最古の町屋建物ですね。大阪の豪商淀屋とも、ね、関係があったみたいですね。立派な建物ですね。古い建物ですね。入館無料、写真撮影か書いてますね。あ、時間があったらね、ちょっとね、寄ってみたいと思います。まあ、結構ね、いろいろ見どころあるんでね、全部見てたらね、結構時間かかりますね。そこになんか出雲大社のね、倉吉弁院っていうのがね、ありますね。まあ鳥取県なんで、ね、島根県は隣ですけどね、まあ、ここにね、分院がありますね。親善結婚式場って、ね、あ、これ親善結婚式もね、できるようですね。岩越正蔵、キリスト教宣教開始の地って書いてありますね。あ、キリスト教徒のね、なんか布教の、ね、地みたいですね。布教を開始した地ですね。で、じゃあね、このね、多摩川ですね、多摩川沿いを歩いていきたいと思います。まあ、本当にね、あの川というより小川って感じですよね。住宅ね。新町三丁目って書いてありますね。ここにもね、壁が、あの案内図がありますね。
白壁ですね。あ、この辺ね、風情がありますね。なんか写真出てきそうな感じですね。白壁の建物にこの小川ですね、多摩川ですね。これギャラリーですね、ギャラリー夢窓。ギャラリーはですね、アートハウス夢扉って言うんですね、これね。登録有形文化財ですね。ああ、この辺結構絵になりますね。これ柳もね、またいい感じですね。ああ、いいですね。ここ素晴らしいですね。ここね。でこれがね、あの途中あの見えてたね、お寺ですね、大蓮寺ですね。安土桃山時代に開山したお寺ですね。建武の武将脇屋義助や、大阪の豪商淀屋清兵衛のゆかりの寺って書いてありますね。水子館の赤ちゃん寺って書いてありますね。申し訳ありませんが、当分の間男信徒の方以外の境内立ち入り禁止に ご協力くださいって書いてますね。だからここまでしか入れないですね。すごくね、あのモダンな感じのね、あのお堂ですね。大蓮寺って書いてありますね。こっちにはお墓が並んでますね。でこれがね、先ほど言った見えてたね、あの参道ですね。反対側から見たね、絵ですね。でここになんか社神社がありますね。ああ、弁天様ですね、これね。いいですね。この辺最高ですね。これは、コーヒーショップですね。カフェですね。でこれがね、白壁の建物ですね。すごく絵になりますね。ここには果物屋さんがありますね。まあ鳥取といえばね、梨ですよね、やっぱりね。倉吉のね、あの梨博物館ね。鳥取20世紀梨記念館っていうのがね、あの倉吉にありますね。ですから、まあ梨が好きな人はね、ぜひ
その梨の博物館もねいいと思いますね。すごくね絵になりますねここね。素晴らしいですね。赤瓦12号館倉吉の町はですね、室町時代にね、内吹城の城下町として形成されたと。江戸時代にはですね、陣屋を中心に武家屋敷が建てられましたと。また津山往来、八橋往来、立地往来といった交通網の結節点にあたりますということでね、まあ交通の要衝でもあるわけですね。流し瓶ですね。うつぶき流し瓶。倉吉うつぶき多摩川伝統的建造物群保存地区ですね。ここまで来ましたね。これがねコストでスタート地点がねこの先あたりですね。あそこに小学校見えますよね。この辺がやっぱり一番メインですね。やっぱりねこの絵になりますね。これは何でしょうか。土蔵館って書いてありますね。ヘアケアって書いてますね。あ、美容院ですねこれね。おしゃれですねすごくね。この土蔵の中でね挑発してくれるわけですね。あ、いいですねこの建物もね。すごくおしゃれな感じですね。でここでね川がねちょっとね、左にね曲がってますね。ここに多摩川のね、説明がありますね。外堀としてね、掘られたと。これね、ちょっと川がね、ちょっとね曲がってますね。
やっぱり鳥取といえばね、あの石破茂ですよね。馬茂、自民党衆議院議員。あ、街頭演説会、鳥取駅北口にて。やっぱり石破茂ですよね。あ、こちらには自民党総裁の岸田さんがいますね。決断と実行、暮らしを守ると。岸田さんもね、あの広島の人ですからね、まあ近いですよね、中国地方って意味ではね。町屋清水庵ですね。食事処になってますね。町屋清水庵、明治時代に建てられたすこぶる古風な町屋の建物です。倉敷のお家の折に居心地のいいお食事処で腹ごしらえをしていただこうと断念。でこっちにもね、白壁クラブっていうねレストランがね、こんな感じで。本当に町屋風ですね、これね。古い感じで。あ、食事処なんですね、これね。懐石料理とか、餅しゃぶっていうのがありましたね。あ、これあれですね。ウサギが餅をついてますね。旅館もありますね。まあこんだけね観光客いたらね、旅館もねやっぱいりますよね。でバーバーですね。バーバー中村。でここにねお寺がありますね。大学院っていうね、大きな山岳の岳ですね。寺と書いてね、大学院。1605年に、改装された曹洞宗の名刹であると。南宋里見八犬伝のモデルとなった里見、秋の神忠義公と八人の家臣の墓があるということですね。南宋里見八犬伝とね関係があるんですよね。大学院、この山門もね立派ですね。楼門ですね。楼門、あ、ここに里見なんとかって書いてありますね。まあ、南宋里見八犬伝自体はね、あの千葉県の話ですけどね、まこと関係あるわけですね。あ、これはお堂ですね。あ、これがね、里見家の墓所って書いてますね。房州千葉県館山10代城主里見、何々公は倉石に転封されて当院門前に居住されたと。八犬伝、滝沢馬琴作、南宋里見八犬伝のモデルになったのではないかと言われているということですね。千葉県とね倉吉って言ったらね相当離れてますけどね。大学院優勝、当院は元駿河の沼津城主中村彦左衛門一英公の菩提寺で永久寺と称していたが、一英公の遺報とともに放棄に八橋に移ってきたと。あ、移ってきたわけですね、静岡県からね。
曹洞宗の、ね、お寺ですから、まあ、禅寺ですよね。水盤、門盤ですね。本当にね、大きなね、お寺ですね。菊の御紋がありますからね、天皇家とね関係あるのかもしれないですね。なんかここになんかあの降格天皇なんちゃらって書いてありますからね。あ、ここにねあの仏像がねありますね。まあ本当にこの辺はね食材がたくさん取れますからね、美味しい料理もね多いですよね、やっぱね。あ、これがあの横綱の、ね、記念館ですね。あの銅像がありましたよね。その記念館ですね。やっぱり横綱ですからね、まあ本当に地元のヒーローですよね。倉吉の町、今から600年ぐらい前に、日本一の大名山名一族の山名諸吉という人が、内吹山なんだっけな、内吹山ですね、城を作って作になってからその麓にだんだんと町並みができた。倉吉の名前自体がね、その暮らしやすいっていう名前から来てるってことですね。
はい、ということでですね、今回はですね鳥取県、倉吉市のね白壁の土蔵群ね散策しました。非常にね見応えがあるねところですから、ぜひね鳥取県来たら倉吉ね町並みを散策してみてください。